今回はショッキングすぎて一度作品2集を中断したトラウマシーンってあるに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。自分はハガレンのここ履修を再開するまで半年かかった。これ読んだ時バカなガキでよかったわ。心が弱くなった今なら軽く打つ一歩手前になるわ。初見がこの話でガンガンで連載中偶然読んだ。安泰漫画だと仕込みにアニメ化するまでそっとしてた。清志、探偵。子供には何をやっているのかまではわからなかったけど、めちゃくちゃ怖かった。エースの死。なんだかんだワンピースでキャラが死ぬと思ってなかった。メイドインアビスの玉うがち戦で一瞬脱落しかけた。X でヒロインの小鳥が死んだシーン。本当に何の事前情報もなしに視聴し始めたから、シュタゲの中盤は一度ストップした。無色転生のパウロ死亡、生前は大して思い入れなかったのに、最後がなぜか脳裏に焼き付いて未だに先を読めてない。集合体とキノコがダメだから、この子の大暴れでヒロアカ数年見てなかった。エーゲマナナ信長の断念。呪術の純平が殺されるところ。直前の虎杖との和解シーンも相まってマジで大パンして最後まで読まず友達に借りてた単行本返してしまった。漫画じゃなくて小説だけどデコレーションディスオーダーディスコネクションの最初のシーンで読むの一回断念した。首が物理的に180度以上無理やり回転させられるシーンは想像力豊かな私にはきっつかった。初めて叙情手に取ってみたシーンがこれ。すぐに閉じて再び手に取るのは数年後になった。原作で煉獄さんがレーンだときは、結構鬼滅の刃苦手になったぞ。されど罪人は言うと踊るのアナピア編が辛かった。真相が分かっていくところが無理すぎて初めて続きを読むのをやめてしまった。アニメだけど進撃の巨人、古城での七葉たち退場シーン。原作読んでたのにアニメで色と声ついてダメだった。アニメありならウテナの、鮭とアスパラと、の回。ヒロアカのミルコが手足ぐちゃぐちゃにされるの辛すぎてアニメの視聴止まってた。ゴールデンカムイで母親亡くしたコクマがタノクマに食われたところ。ゴールデンカムイのウパシちゃん回、リアルトリカイイナノと追い詰められた杉本が可愛がってたウパシちゃんを食用にする過程が無ごくていくらギャグでもこれは無理で見れなくなった。かなり昔でマイナーな作品だが、オルフィーナ、将来を期待されて予想絵まで描かれ、その後護衛の女騎士と婚約までしたショタ王子が、その婚約者の目の前で頭吹き飛ばされて死んだシーン。シゲノゴロウが左肩まで壊したところ、すでにレジェンド級の実績を残してるとはいえ、何十巻もかけて磨いた投手能力が完全に無になったのは普通にショックだった。進撃でミケさんが死ぬところ、未だにあそこは読み返せない。あの辺は七葉さんたちもえぐい死に方するからな。おい、なんでアニメでさらに描写が盛られてる。ネウロの人間椅子だいぶ年数経ってから全巻読んだ。怪人霊嬢かな。あまりに女の子がポンポン丸主、結構手の込んだ手段でやられるから五巻あたりでリタイアした。作画が綺麗な V 余計に応えたな。乙女戦争って漫画で。敵に囲まれた陣が自ら油をかぶって火を放ち敵味方もろとも焼き払うシーン。さらにそこで火事にトラウマがあるヒロインの友人が逃げようとした矢先、油のかかった服に火の粉が飛んであっという間に火だるまになって命を落とすっていうシーンもあり、その友人キャラが好きだった自分はショックのあまりその場で読むのをやめてそのまま寝込んだ。カオスヘッドの主人公の妹の手首が送られてくるところでダメだった。この次の CG 出た瞬間強制終了して3日置かないと続きプレイできなかった。コナンでナイトバロンが銅像の槍に突き刺さって死んでるシーン。日暮らしめ明かし編のつまはぎシーン、マジでやめろ。血染めのユフィ、コードギアス、魔術師、帰らず。漫画じゃないけどカイトールが逮捕されてから相棒を見なくなった。シャーマンキングでのハーストがマンタを解剖するとこ、その後のブロッケンの本体。バナナフィッシュのショーターが死んだところ。経緯含めてエグすぎて。ドクター・フーの修道士三部作の数学者が自分たちが仮想世界の存在と証明するシーン。怖すぎて最初声出た。まあ修道士のポンコツキャラだからまた見れたが。
めったにないんだけどラブコメ作品で主人公がヒロインに振られるシーンとかあるとその後が怖くて見なくなるわ。メイドインアビス、プルシュカの最後、箱入り娘、物理、のシーン。ハガレンは大佐がロス少尉焼き殺した殺してないのが本当にショッキングすぎて年単位で続きが読めなくなってた。今考えたら本当に殺したと思い込んだのピュアすぎて笑う。ワンピースのシャボンディ諸島戦というか天竜人と奴隷周りのあれそれ。胸クソ悪すぎて無理。和の国編も読んでてきつくて中断してる。宝石の国で皆で月に行った後先聖母腰に行ってホスが帰り討ちに遭うくだり、ギリギリ表面張力で耐えてた辛さがあの辺りで決壊した。どうしても辛くて単行本派だったんだけど次の巻が買ったのに読めなくてその次の巻も読み終わってないから買えなくて途中のまま奥にしまってた。アプリでラスト付近だけ読んだけど、フォスフォフィライト、は幸せになっててよかった。頑張ったフォス。脇奥も擦り切れて自我が変質した末に自己犠牲で満足して死んでて泣いた。京四郎2030はそんなシーンばかりだった。ヒロインのユリカが上司に、で一旦止め、八木が農場で、するあたりで一旦止め、秀明編のラストであまりの救いのなさに絶望したら次のアルタディア編がそれに輪をかけた地獄でしばらく離れ。ナルタルで主人公の父親が戦死した時めちゃくちゃショックで呆然としてしまった。中1の時に日暮らし見たんだけど、年流しの最後のせいで1ヶ月は見るのやめてその後のたたり殺しで2ヶ月相手目明かしで見るのやめた。無料公開してる見直そうかな。これは小説のダレン、シャン第1巻。終始暗い雰囲気の中ダレンが取り返しのつかない一歩を踏み出した。吸血鬼になった。書に異様のない恐怖を感じて全く続編を読む気になれなかった。3年くらい置いて2巻を読み始めたら1巻とは大分印象が違って一気に最終巻まで読んでしまった思い出。ダレン、シャンだと自分は9巻が一番きつかったな。クレプ3好きだったし一旦希望を見せられた後にさらなるどん底に落とされたのがきつくて小学生だった自分はしばらく読み返せなかったわ。レジェンドハル。和月先生も脱落者が出たシーンと認めてたな。ベルセルクのイスマ人魚娘が消滅したシーン。あまりにもあっけない。死んだわけじゃなさそうだけど。デジモン02のクリスマス会。当時小学生だったが大地と空は両思いだと信じて疑ってなかったから、空と大和が良い感じになってかなりショックだった。未だに02は感想したことない。アニメの弾丸論破さんの七海処刑シーン。あまりにも無謀すぎた。オールマイトの引退。漫画版ナウシカでドルクまたはドキの偉い人の体中から血が吹き出すシーン。鬼滅の刃はショッキングすぎるしそういうのばかりなんだけど、アニメは同時に美しさまであるのと展開早いから止まらずに済む。デビルマンの人面、主人公の幼馴染の幼女が犠牲になるのが本当にきつかった。子供の頃初めて少年ジャンプを買ってもらって載ってる漫画全部読もうとしたら、ランドセル背負った小学生が街中で叫んでる漫画が絵柄がキモい、って凄まじい拒否反応出てよけた。後年それはジョジョ4部のハヤトバーサスキラのクライマックス回だと分かりや、そこでネタバレ読まなくて得したなと大人になってジョジョ4だと既得した気分。ラノベだけどマダンの王と戦姫でユルフは金髪美女が終盤で死んだところ、マジで好きなキャラだったから、おう、うん。となって、そこ以降と最終巻を読まないでいたところ、1年くらい経ってふと積んでいた最終巻のラストだけ履修しようとして、ネタバレを受けて中断していた場所から最後まで読んだ。呪術廻戦のリコちゃんが死んだところでしばらく読むのやめた思い出。進撃の巨人、アニメ、ノマーレの戦士候補生、ウド、メガネ、が民衆に踏みつぶされてた日のシーン。瓦礫に上半身潰されたソフィアを透けようとして民衆に踏み潰されて、メガネが飛ばされて、周りがよく見えなかったんだろうな。って、自分が助かりたい人たちに友達を透けようとした子供が踏み潰されるのがもうね。ガビの絶叫といいきつすぎて主張を止めた弟がメガネっ子だから本当にきつかった。